はい、こんにちは、さかなえです。いつもたくさんの動画の中から見ていただきありがとうございます。今日はこの iPhone の iOS14 の新機能、画面整理のお話をします。とにかく iPhone の画面をすっきりさせたい方はこの動画を見ていただくことで、とても iPhone が使いやすくなると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。私はですね、 YouTube に動画をアップロードしてきて6年ぐらい経つんですけども、皆さんのお役に立てるような動画をですね、日々アップロードしようと心がけています。ぜひ最後までご覧ください。では本題に入ります。ではですね、今の iPhone の画面を見てください。こちらがですね、ホーム画面なんですけども、ここにですね、いくつかのウィジットとよく使うですね、アプリが置いてあります。あとですね、こちら側、右側にスワイプしますと、皆さんもこの画面はあるんですけども、このウィジット画面ですね、があります。あとですね、こちら側を左側にですね、スワイプしますと、ここがですね、アップライブラリーで、この3画面しかありません。これをですね、今まで使っていた状態の画面にしますと、先ほどのですね、ホーム画面1ページ目があります。それで2ページ、3ページ、4、5、6、7、8、9と9ページあってですね、ここはですね、先ほど見ていただいたアップライブラリーですね。それでこうに行くとですね、ここに先ほどのウィジット画面が出てきます。これだとですね、非常にですね、アプリを探すのも探しづらいですし、先ほど見ていただいたようなですね、整理の方法があります。ではですね、それをやってみたいと思います。どこの画面でもいいんですけども、まあ例えばここの画面であればですね、ここのアプリがない部分ですね、をちょっと長押しをします。そうするとですね、こういうふうにアプリが震えてですね、右上にですね、プラスのものが出てくるんですけども、この画面にします。もしくはですね、どのアプリでも大丈夫ですけども、ちょっとここに押しときます。そしてですね、ホーム画面を編集って入れますので、これでも同じ状態が作れます。どちらでも大丈夫です。アプリがですね、ここにたくさんない部分でやった方がですね、やりやすいかもしれません。こんな感じですね。そしたら次にやることがですね、こちらの下に点点点点、バーの中で点点点点ってがありますよね。これはその画面の1ページ目、2ページ目とか、そこら辺を表してるんですけど、そこをですね、一度ポンってこうタップしてください。そうするとですね、まあ、このような画面になります。それで今チェックがですね、全部のページに入ってますけども、それこれがですね、今の画面の状態です。一番最初の1ページ目、2ページ、3ページ目というふうになります。ここの中でですね、残したいものだけをですね、チェック入れておいて、あとは外しちゃいます。このチェックのところをですね、タップしますと、こういうふうに消えていきますので、これでですね、iPhone の機種によってはですね、こちらの上の方にですね、完了っていうのが出ている機種もあると思います。出てない機種の場合にはですね、おそらくこのホームボタンがないタイプはですね、ここに完了と出てくると思うんですけども、ホームボタンがあるタイプはこちらを押します。それももう一度押します。そうするとですね、この画面になってですね、ここで1ページ。もう次はですね、アップライブラリー。そして左側がウィジットの画面。この3ページのみになりました。でもここにするとアプリがですね、わかりづらい、探しづらいと思うかもしれないんですけども、例えばですね、ここのやり方なんですけども、ここでですね、もう大きくですね、一マスの中に4つアプリがありますよね。この例えば、ポッドキャストとか、この英語の翻訳のアプリですね。その場合にはですね、ここをですね、直接タップすれば、この翻訳のアプリが開きます。そしてですね、この3つ大きくアプリが並んでて、4つあと小さくですね、アプリが並んでいるような場合、下のですね、この Facebook メッセンジャーとか Facebook を開くときはですね、こちらをタップしますと、こういうふうに出てきます。それ目的のものをですね、タップすればそれが開きます。あとはですね、アプリの名前が分かれば、ここでですね、名前をですね、こういうふうに検索をすればですね、例えば Google 関係だったら、ここに Google とか入れればですね、ここに出てきますので、ここでタップすればこういうふうにアプリが開きます。ですから、まあ、ここでですね、本当に必要なものだけ置いておいてですね、こちらの方のページからですね、アプリを開くのもいいんじゃないでしょうか。こんな感じの使い方になります。あとはですね、この画面は好みですので、私がですね、さっきお見せしたように、ウィジット画面とですね、あとアプリをですね、並べておいてということでもいいですし、まあ、こちらに今ちょっと作ってみたんですけども、こちらですね、1ページ目はウィジット画面だけ、そしてですね、次のページにですね、ここに使うアプリだけをですね、並べるというようなことでもいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、ここのウィジット、これを追加するときはですね、前、動画にもしてるんですけども、ここのですね、アプリがないところを長押して、この上のプラスですね、押しますとですね、ここでですね、ウィジットが選べますので、例えばこれを選ぶのであればですね、おすすめアプリ、ここでウィジットを追加とすれば、ここにですね、
ウィジットとして入ってきます。こんな感じで使うことができます。はい、ということでですね、今日はですね iOS14 の機能を説明しました。今までは非常にやっぱいっぱいアプリがあってですね、使うアプリ使わないアプリがですね整理しづらかったというかしてなかったんですけども、この機能を使うことでですね非常に iPhone がすっきりして本当に使いやすくなったなと感じました。あとですね、その他の新しい機能はですね別の動画でですねアップロードしてあります。下の方にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。はい、ということでですねこのチャンネルではですね、このようにスマホのですね便利な使い方とか、いろいろですね皆様の役に立てるような動画をアップロードしていますので、ぜひチャンネル登録、そしてですねなんか操作でわからないことがあればですねコメントもいただければ、なるべくですね、動画にしてお返ししようかなと心がけています。ぜひですね、よろしくお願いいたします。それではまたありがとうございました。失礼します。